温泉宿。この話は、私が大学生の時体験した、今までで最も恐ろしかった出来事です。友達は誰も信じてはくれないんですけど、紛れもない事実なので聞いてください。私が大学3年生の夏休み、学生生活にも慣れ、日々充実した毎日を過ごしていました。夏休みにもなると、学生は急に暇になります。はじめは友達とバカなことをして遊んだり、日々過ごしていました。夏休みも中盤に差し掛かり、友達たちは皆一堂に故郷に里帰りをしていまして、僕だけが残っていました。そこで、どうせ暇だし、思い出を作ろうと、一人旅に出かけることにしたんです。目的地は、N 県の海が見える小さな温泉宿。初めての一人旅にワクワクしながら、車を走らせて、途中の様々な美しい景色に目を奪われて、夕方には目的地に到着しました。チェックインを済ませ、おかみさんらしき女性に部屋に案内してもらいました。しかし、何かじっとりとした雰囲気の旅館で、なんだか本に載っていた写真とはえらい違いだな、なんて思いつつ、しばらくくつろいで、早々と風呂に入り食事をとり、疲れからか、いつしか眠りについていました。深夜、妙な寝苦しさから目を覚ますと、時間はすでに2時を回っていました。仕方なく、喉の渇きを潤すため、廊下にある自販機に向かう途中に、それはいました。薄暗い廊下。非常口の光だけが、不気味に光る奥の方に、何かが立っていました。はじめびくっとしましたが、他のお客さんだろうと、先に進んでいくと、あることに気がついたんです。それは間違いなく、人であること。それと、後ろ向きに立っていることは分かったんですけど、ピクリとも動かないんです。そこで初めて、やばい、あれはやばい、と思い始めて、その瞬間、いきなりギュルンと、それの首だけがこちらに向きました。体は向こう側なのに、首だけが180度こちらに向いている状態。それは、顔のあちこちが朽ち果てている女でした。あまりの恐怖に頭の中が真っ白になり、人間ってあまりの恐怖に直面すると本当に動けないんですよね。僕はその場に立ち尽くしていました。次の瞬間、女はこちらを見ながら、にたっと笑うと、そのまま消えていきました。しばらく呆然と立ち尽くしていて、はっとして、ダッシュで部屋に帰ると、朝まで眠れなくて、布団の中でひたすら震えていました。時々部屋の外から、引きずるような足音が聞こえて、それは僕の部屋の前の廊下を行ったり来たりしている奴であることは容易にわかりました。心臓が、
爆発しそうなほど脈打ち、奥歯をガチガチ震わせ、恐怖の限界に達していたとき、その足音が止むと同時に、ものすごい勢いで、部屋のドアノブが、ガチャガチャガチャ、ガチャガチャガチャ、と音を立てて鳴り響きました。ここでさすがに意識が途切れてしまい、朝目覚めると同時に、速攻で会計を済ませ、足早にその宿を後にしました。以上、私の最も怖い体験談でした。これを書いている時も、当時の恐怖が鮮明に蘇ってきて、未だに、あの女の恐ろしい笑い方、忘れることはありません。親子の霊。これは私の父が体験した恐怖の出来事です。父は仕事で少し遠いところまで出張し、経費の削減のため同僚と一緒に安いホテルに泊まりました。父には霊感がありますが、当初はそのホテルからは何も感じることはありませんでした。布団に入ってどのくらい時間が過ぎたでしょうか。どこからかシャワーみたいな音が聞こえて、さらに父は息苦しさを感じ目を開きました。自分のそばに男の子がいました。青白い顔をしていたそうです。さらに父の頭の上から女が覗き込んでいて、父が恐怖で凍りついていると、その親子でしょうか、二人の霊が話し始めました。ねえ、この人気がついちゃったみたいだよ。ち。そう言うと、すーっと消えていったそうです。隣の部屋には同僚が寝ていましたが、同僚もシャワーのような音を聞いて、さらに何者かに激しく部屋をノックされていたらしいです。次の日、ホテルを出発するときに気がついたことがありました。父が泊まった部屋と隣の同僚が泊まった部屋、その間のスペースがもう一つ部屋がないとおかしいくらいに空いていたそうです。父は外から自分が泊まった部屋を見てみたそうです。その隣には不自然なスペースなどはなく、ちゃんと窓がついていました。つまり、あの不自然なスペースには、ドアを塞がれた開かずの間があったようです。余談ですけど、父は出張のたびにそのような体験をしてしまうので、出張が嫌いです。さらに父があのホテルで見たものは、呪怨という映画に出てくる親子によく似ていると言っていました。この体験がトラウマになってしまったのか、父は呪怨を見ようとはしません。地方のビジネスホテル。不思議な体験をしたので聞いてください。今、出張先の地方のビジネスホテルにいます。昨日の夕方にチェックインして、2泊して明日の朝帰る予定です。
今日は休みですから、観光でもする予定でした。チェックインして部屋に入ってから、10分ほど友人と携帯で電話をし、携帯の電源が切れたので、読みかけの本を読み、いつの間にか眠ってしまいました。目が覚めたのは夜中の1時半。お腹も空いたし、なんか買ってこようかなと思い、また眠ってしまいました。次起きたのが今朝の10時半。さすがに腹が減って何か食べに行こうと思い、支度をしようとしたんですけど、空腹のあまり気持ちが悪くなって動けない。昨日買っておいたカップの味噌汁があることを思い出して、とりあえずこれで済ませようと味噌汁を飲み、再び寝ました。そして次起きたのが12時。さすがに目も気分もすっかり冴えていました。観光しようと思って2泊したのに、何やってるんだろう、と思いながら、笑っていいともを見ながら歯を磨いていました。その時、そういえば携帯充電していなかったな、と思い出し、充電をするために携帯を探しました。昨日友人との電話の後、ポンとベッドの上に置いておいたはずなのに、どこにもない。おかしいなぁ、と思いながら、ベッドの下、バッグの中、部屋の隅々まで探したけど、携帯が見つからない。まあ、どっかにあるだろう、と、特別気にもせずに、昼飯を食べに部屋を出ました。フロントでキーを預けていると、ホテルマンが、あ、〇〇様。フロントに携帯電話の忘れ物が届いているんですけど、お客様のものではございませんか？と、黒い携帯を取り出した。そこにあったのは、間違いなく私の携帯電話でした。私はチェックインをしてから、今まで一度も部屋を出ていない。それに、部屋に着いてから電話をしているから、電話が部屋の外にあること自体が考えられない。一体どういうことなんでしょうか。今、とても怖いです。幽霊が出るホテル。知り合いの女性から聞いた話。道後温泉の奥手にある大道後温泉。もともと幽霊が出るホテルであることで超有名なんだけど、警官の50×号室に彼女ともう一人が泊まることになった。そのもう一人っていう女性が霊感があるそうで、到着した時からやたらとビビりまくっていたらしい。怖いから私と一緒に寝てってことで、二人一緒の部屋になったそうだ。だったらホテル変えたらいいじゃないかって話なんだけど、二人ともツアー会社のスタッフとして行ったんで仕方がなかったんだと。それに、ビビる様子の二人に、フロント係は、こう一括したそうだ。事実無根のことで騒ぐと、名誉毀損で訴えますよ、と。さてその晩、知り合いの方の女性のベッドに、異変が起きた。ガタガタ、ガタガタ。最初は、地震だと思ったそうだ。
激しい揺れに目が覚めた。見ると、自分の横たわるベッドの周りを、10人ほどの人が囲んでいる。青い、うつろな顔をした男性。ボサボサ頭の女性。カッと目を見開いた女性。続いて彼らは、彼女の肩や四肢をつかみ、力任せに引っ張った。痛い痛い、痛い、痛い。やめてよ。あとわずかで、ベッドから引きずり下ろされるところだった。気がつくと、頭と足の位置が180度入れ替わっていたそうだ。一緒にいた女性が、先ほどの様子を気にかけて声をかけた。彼女も、起きてはいたのだが、あまりの異常さに恐ろしくて動けなかったらしい。ねえ、一体何があったの？私のベッドの周りを10人くらいの青い顔した人たちが取り囲んで。実際に見たことがある人は数知れないにかかわらず、事実無根だと言い張る営業サイド。閉館もせずに営業し続けるのは根性と言える。事実、出ると噂の3階のフロアには、一般の客室にかかわらず、理念室のプレートがかけられている。近くに斎場があって、例の通り道になっているという噂や、もともと病院だった建物を取り壊さずに改装して使っているとの噂も聞く。女の影。今から15年ほど前の中学野球部の合宿での話。毎年夏の合宿で使っていた宿が廃業してしまって、その年から宿が変わった。民宿でももちろんホテルでもなく、そこは公民館というか町営の集会所みたいなところだった。もともとは地元の豪農の屋敷だったということで、作り自体はかなり立派なお屋敷といった感じの建物だったが、築100年にも届くかという古い建物で、到着するなり俺たちは、うわ、お化け屋敷みたいだな、と大騒ぎだった。まあ、見かけこそは、お化け屋敷に見えたが、中はすっかり改装されていたし、便所や風呂も同じ建物の中に移築されていて、外見ほど不便でも怖い建物でもなかった。初日の夜のこと、練習を終えて飯を食い、夜間の素振りも終えて風呂に入り、あとは寝るだけというとき、そいつは現れた。前後してしまうが、部屋について。30畳くらいの大広間で、三方は壁、でっかい床の間もあった。その部屋に通じる廊下は、中庭に面しており、部屋との仕切りは障子だった。中庭には、部屋から見て奥の方に常夜灯が灯っており、障子を閉めると中庭の木々の影が障子に映し出された。さあ寝ようかと、廊下側の電気だけを消した後、おい、あれなんだ？
誰かが言った。閉じられた障子には木々の影と一緒に女の影が映っていた。厳密に言うと、髪の長い女の姿にしか見えない影が映り込んでいた。マジで?とかなんとか言いながら、こちらは総勢二十数名の男。まあ厨房だけど。オラとかなんとか気合一発誰かが障子を開けた。そこにはさっきまでと変わらない木々が生い茂る中庭の風景しかなかった。あたりを見回したが、もちろん誰もいない。誰もが首をかしげた。そしてそいつが障子を閉めて、またもやびっくり。やっぱり女の影が映っている。それからは、俺たちによる検証が始まった。閉めては女の影、開けては木々の風景。障子を開けたり閉めたりしては、あの木が映って女に見えてるんじゃないか?いや、ここには映らないだろう。などとしばらくやっていた。しかし、結局、何がどう映って、こんな完璧な女の形になるのかは判明しなくて。その影も別に動いたりするわけではないから、だんだんみんな飽きてきてしまった。次の日のことを考えると、いつまでも起きているわけにはいかないので、そろそろ寝ようかということになり、大広間の電気を全部消した。電気を消しても、相変わらず中際の木々の影と女の影は、別段変わりもなくそこに映り続けていたが、俺も疲れて、次第に気にもならなくなり、うとうと仕掛けた時だった。突然誰かが、もう何を言ったのかさっぱりわからない絶叫をあげた。皆が飛び起きて、どうした?なんやねん。どないしてん?と、びっくりしてそいつに聞いた。と、そいつは、動きよった、と、絶叫した。見ると、女の影が消えている。そいつが言うには、なんとなくぼーっと寝ながら障子を見ていたら、女の影がそのまま平行移動の形で横滑りしていったらしい。困ったことに髪の毛が少しなびいていたということだった。俺たちは信じるしかなかった。現に女の影はもうなかったからだ。とにかく俺たちはビビるだけビビった。俺にしたらその瞬間を見ずに済んで幸いだったんだ。しかしその後はその影は現れなかった。先生も見たいと言って待機していたのだが、その後は全く。そして俺たちは帰った。役場とか地元の人に曰くや因縁を聞くでもなく。帰ってからしばらくはその話題で持ちきりだったのだが、結局影の正体はわからずじまい。次の年からは場所も宿も変更になったらしい。
温泉街のホテル。もう随分と前のこと、亡くなったじいさんの十三回忌で、田舎、信州の松本に帰った。実家はすでに亡くなっていたので、法事の前の夜、母と俺は松本のすぐ近場にある温泉街のホテルに泊まることになった。温泉は24時間いつでも入ることができる。俺は広い風呂が久しぶりで楽しくて、真夜中に一人で湯船で遊んだりしていた。気がつくと午前1時を回っていた。これはいくらなんでも遅すぎる。明日の法事に差し支えるというので、部屋に帰って眠ることにした。風呂場は半地下にあり、俺の部屋は3階だった。もうホテルの中の照明は落とされており、足元を照らす薄暗い常夜灯があるばかり。人気が途絶えたエレベーターに乗って、俺は3階で降りた。そこを左に曲がると、まっすぐな廊下があって、俺の部屋は、その廊下の真ん中から少し手前くらい。長さにして20メートルほどだったか。廊下の突き当たりは、非常階段に通じている鉄の扉。薄暗いその廊下に、一歩足を踏み出した途端、俺はその場に凍りついた。廊下の向こうの端に、文金高島田というのか、とにかく和装の花嫁さんが立っていたからだ。その花嫁さんは、ゆっくりとこちらに向かって歩いてくる。俺もその場に立ち止まっているのはおかしいと思って、自分の部屋に向かって歩き出した。花嫁さんはこちらに進み、俺はそちらに向かって歩いて行く。すれ違った瞬間、花嫁さんは小さく会釈をした。おしろいの匂いと絹ずれの音がした。俺は自分の部屋にたどり着いて、花嫁さんの方を振り返った。ちょうどエレベーターホールの方に曲がっていたところだった。結構大きなホテルだったし、次の日は日曜日だから、結婚式のリハーサルでもあったのかな、と漠然と感じていた。とにかく恐怖心はなかった。次の日の法事も無事に済み、東京に戻った俺は、友人にこんなことがあったと真夜中の花嫁さんの話をした。友人はこの話に異常に食いついて、その時の状況を絵に描いて説明しろという。20メートルの廊下。俺の部屋はその真ん中から少し手前。花嫁さんが最初に立っていたところは、非常階段に通じている鉄の扉の前。あんた、その人とすれ違ったって言ったわよね。ああ。それっておかしくない？廊下の向こうとこっちから歩き始めたんなら、どこですれ違うっていうの？だってあんたの部屋、廊下の真ん中よりも手前にあったのよね。そうだよ。あんた、よほどゆっくり歩いていたの？いや、そんなことはないけど。あのね、花嫁衣装ってとてもきつくて重くて、ゆっくりしか歩けないのよ。まして頭まで作ってあったんなら、重たくて一人でバランスをとって歩くことも難しいんだから。なんでそんな格好をした人が、そんなに早く歩けるの？俺が最初想像していた結婚式のリハーサルのようなものではないか
ということも友人にバッサリと否定された。夜中におしろいなんか塗っていたら、次の日本番があるとして肌がボロボロになってしまうという。結局よくはわからない。このホテルは今でも営業している。花嫁さんとすれ違った時は特に何とも思わなかったんだけど、後日のこの友人の検証により、背筋がゾッとしてしばらく眠れなくなってしまった。まず花嫁さんの移動速度が、検証すればするほど異常であることに気がついた。俺は部屋の前で、花嫁さんが廊下を曲がっていくのを確かに見た。俺が花嫁さんとすれ違ったこと自体が異常なんだけど、確か俺はその直後に部屋に着いたはず。しかし、ふっと見た花嫁さんは、すでに廊下の影。時間の進み方がおかしくなっていたのではないか。だが一番恐ろしいのは、あの花嫁さんは、どこから来たのかということだ。最初に書いた通り、廊下の突き当たりは非常階段の鉄扉。まさか、その向こうからやってきたというんだろうか。社員旅行での出来事。今年の春のこと、ゴールデンウィークを過ぎて会社で旅行をすることになりました。時代の流れで、今までは毎年行っていましたが、昨年はできなかったり、予算で遠方は厳しくなったり、ライフスタイルの変化で欠席をする者もいました。会社で積み立てもしているんで、旅行担当はアンケートなどを取って検討し、山梨県の方に旅行をすることが決定しました。温泉に入ったり、ワインを飲んだり、いろいろと楽しみました。ホテルに宿泊して、次の日には富士急ハイランドに行くことになりました。富士急ハイランド行きたさに、参加する若い人も多かったんです。私は数年ぶりに来ました。変わらないアトラクションや新しいものもあって新鮮でした。富士山やレッドタワーやええじゃないかなどの絶叫系のものを楽しみ爽快でした。その後、人気のアトラクションの一つ、絶叫戦慄迷宮に入ることになりました。私はこのアトラクションは一回も行ったことがなかったし、怖いので嫌でした。が、後輩や若手にお願いされて仕方なく一緒に行くことに。中に入りました。ネタバレになってしまうので最小限しか書きませんが、廃墟の病院の中を歩いて、地下の通路を進む。そこに、様々な異形のものが出て、大人の私でも怖すぎて、絶叫して走って逃げました。なんとか恐る恐る進んで、出口が見えました。もうすぐ脱出できます。その時、私の肩に急に何か重く、とても冷たいものが乗っかってきた感触がありました。また何か来たのかと思って振り向きましたが、何もありません。後ろには後輩や若手社員もいましたが、別にいたずらをしたわけでもありませんでした。彼らもあまりの恐怖に、だいぶ顔色や表情がこわばっていたからです。ですが、間違いなく重さがある。おかしいなと思いながらも、
出口に出てみると、その重さはふっとなくなりました。私たちは、なんとか出られた安堵感でいっぱいでした。いつも明るい、昨年入社した女性社員の K さんが突然しゃがみ込みました。大丈夫かと声をかけると、あの中に入って途中からお腹が突き刺さるような痛さで、とても辛そうでした。あと、男性後輩社員の N 君は、途中から頭が痛くて気分が悪い、と冴えない表情でした。なんとか彼らもだいぶ回復してきて、ちょうどアトラクションに入らず、ハイランド内を回っていた年配の上司の S 部長が私たちを見つけました。お前たち、記念に写真撮ってやるよ、と言われました。正直、こんな場所で撮らなくてもいいよと内心は思ったんですけど、せっかくの好意を断るわけにもいかず、撮影するため、アトラクション前に全員で並んで、デジカメで写真を撮ってもらいました。数枚。この時私は、S 部長の言動が気になりました。あれ?なんだこれ?部長はデジカメの撮影した画像をやたらと見ていました。なんだろうとは思ったんですけど、バスに乗り込む時間も近づいてきたので、そちらに向かいました。それから数日後の出来事です。私はお昼休みたまたまですが、その日弁当がなくて、近くの蕎麦屋に食べに行こうとしたら、S 部長に誘われました。美味しい蕎麦を食べて部長と会話をしていました。ですが、部長の表情がちょっと暗いんです。家庭で何かあったのかなって思いました。すると S 部長は、ちょっと悪い。これ見てくれないか?と、デジカメを私に差し出してきました。それは、富士急ハイランドで、戦慄迷宮前で撮影した画像が映っていました。部長は、3、4枚撮ってくれていました。その中の1枚を見て、私は言葉を失いました。写真には私を含めて8名の人間が写っています。その中で具合が悪かった K さんや N 君の周辺に白い霞のようなものが写っていました。それと女性の Y さんの両肩に白い手のようなものが写っていたんです。私は驚きました。S 部長はその写真を削除して何も写っていないものを現像すると言いました。私もそれに同意してうなずきました。部長はその後お祓いなどに行きました。特にその後は何もありません。ですが、あの時不調を訴えた社員。私もアトラクションを出る時の肩の重さ、あの冷たさ、一体何だったんだろう。レイの仕業だったのかと思うと、身震いがします。何だったのかはわかりませんが、そんな出来事でした。この話は、私と S 部長だけの秘密の話です。ワンピースの女と友人の夢。2年前、某ネットオークションにて車を落札しました。極力出費を減らす目的と軽い小旅行のつもりで
直接先方の住む新潟県まで車を引き取りに行くことにしました。一人では寂しいのと車で行くため、最低あと一人いないと帰ってこれない。そこで親しい友人を誘って二人で引き取りに行くことにしたのです。予定としては引き取り日の前日に出発して、途中富山県のビジネスホテルにて一泊、翌日さらに北上して新潟県に入るつもりでした。これはそのビジネスホテルにて、これまで霊感ゼロだと思い込んでいた私が体験した話。東海北陸道をひた走り、岐阜県高山市を抜けて富山県に入った時にはすでに深夜0時を回った頃だったと記憶しています。宿泊先のビジネスホテルは富山県富山市、大きな国道から一本裏に入ったところにありましたが、事前に宿泊の予約を取っていましたから場所は把握できていました。同行の友人は親しい間柄とはいえ女性ですので、念のため別々の部屋を予約。入浴を済ませ、古臭い小型テレビの電源をつけて地方番組をしばらく鑑賞。翌日は早朝出発でしたから、早めに霧をつけて就寝準備を始めました。部屋の間取りはよくあるタイプのもので、至ってシンプルでした。長方形の間取りに、入り口から窓までは約5メーターほどの距離。部屋に入ってすぐ右手にユニットバスがあり、幅 2.5 メーターほどの通路を挟んで、左手にテレビ、右手にベッドがレイアウトされていました。就寝準備を終えて横になりうとうとしだした頃、浴室から水が流れるような音が聞こえてきたんです。最初はテレビ放送終了後の砂嵐かと思いましたが、電源は切ったはず。目を開けるとやはりテレビの電源は落ちていました。耳を澄ましてみると、水が流れるような音はやはり浴室から聞こえてきます。浴槽に溜まった水が排水口に流れ出ているような感じでした。このまま眠ってしまおうかと思いましたが、音は耳につくし、体を起こし浴室に向かうことに。扉を開けると、案の定浴槽からどんどん水が溢れ出ていました。シャワーが出しっぱなしになっており、それが原因で浴槽に水が溜まって流れ出している状態。このビジネスホテル、外観はきれいにリニューアルしてあるものの、肝心の内部については手つかずの状態なのか、えらく古臭い印象を受けました。水回り関係にもだいぶガタが来ているな。勝手にシャワーが出ちゃってるよ、と思い、シャワーを止めて、浴槽の栓を抜いてベッドに戻りました。ベッドに横になり、5分くらい経過した頃でしょうか。自分の耳を疑いたくなるような状況に。なんと、また浴室から水が流れ出ているような音が聞こえてきたんです。
水回りの調子が悪いとはいえ、ものの数分で浴槽に水が溜まりきってしまうというのは、どう考えても異常です。空耳であってほしいと願いつつ、浴室のドアを開けると、今度は目を疑いたくなる光景が。時間にして5分程度しか経過していないにもかかわらず、シャワーからは勢いよく水が出ており、浴槽から溜まった水が排水口に向かって流れ出ていました。おかしい。どう考えたってありえない。現実にはありえないこの状況に戸惑いましたが、同時にものすごい好奇心が湧き起こってきました。ユニットバスですから、浴槽には当然、仕切りのカーテンが引いてあります。それをめくって、中の状態を確認してみたいと。恐る恐るカーテンに手をかけ、覗き込むように中の様子を伺いました。何もない。いや、正確に言えば、浴槽に水などは溜まっていないし、シャワーも出ていない。床も濡れていない。さっきまでは水浸しだったのに。カーテンに手をかけて、中を覗いた瞬間に、すべてが幻覚、幻聴であったように、浴室は完全に無音の空間に変わっていました。さっきまでの好奇心は、一気に恐怖へと変化しました。人間はこのような状態に陥ると、思考回路が停止してしまいますね。後々考えれば、フロントに苦情を言いに行くなり、隣の友人に助けを求めたりと、いろんな方法があったと思うんですけど、私は頭から布団に潜り込み、じっと夜が明けるのを期待し、待つことにしたのです。布団の中、聞こえるのは自分の息遣いのみ。この世界には、自分一人しか存在していないのではないか、そう思えてきました。どれくらいの時間が経過したでしょうか。潜り込んだ布団からちらっと窓を見ました。まだ暗い。一体何時頃なんだろうか。時計を見に行きたいのですが、布団から出ることができず、ただ時間が過ぎるのをじっと待ちました。とっとこと、とっととこ。ん？とっとこと、とっとこと。なんだ？不思議な物音で目が覚めました。どうも気がつかないうちに眠ってしまっていたようです。しばらく耳を澄まし、その音に全神経を集中させました。とっとこと、とっとこと、とっとこと、とっとこと。なんだ？移動してる？その音は、幅 2.5 メートルほどの狭い室内の通路を移動していました。部屋の入り口から私が横になっているベッドの横を通過して窓へ。窓からベッドの横を通過し入り口へ。この流れをずっと繰り返しているのです。まさに恐怖。頭の中は真っ白です。感じることができる感覚は恐怖のみ。
ただじっと身動きもせず、布団にくるまり、音が消えるのを祈りました。狭く、少しカビ臭いホテルの一室。浴室での不思議な体験。ずっと移動している不思議な物音。なかなか明けない夜。私は汗をびっしょりかいて、身動きできないでいました。情けない。恐怖とは別に、自分に対して嫌悪感を抱き始めました。いい大人が子供みたいに布団に潜り込んで、一体何やってるんだ。相変わらず、室内を往復し続けている不思議な音。いや、正確には音は移動しない。何かが移動していて、その何かが音を出しているんです。確認したい。それが何なのか。怖い思いをしたが、何に対して恐怖をしたのかを知りたい。というよりも、知っておきたい。意を決して、布団から外の様子を伺う。その何かは、ちょうど入り口から、向きを変えて、こちらに進んできている。もう少しで、ベッドに差し掛かる。私は目を凝らす。おい、え?何?やばい。その時の正直な感想です。見えたのは、白いワンピースのようなものを身につけた女性の膝から下。少し短めの白いワンピース。青白く細い足首から、その何かが女性であると認識ができました。その女性は片足が不自由なのか、わずかに跳ねながら歩いています。とっとこと、とっとこと、とっとこと、とっとこと。不思議な物音は女性の足音だったんです。その女性は、部屋の入り口から窓までの約5メーターの距離を、ずっと往復していたんです。布団のわずかな隙間から見える光景ですから、膝から上は見えない。いや、見たくない。当然、この世のものではないと思いました。あまりの恐怖に目を閉じ、耳を塞ぎ、もう発狂寸前でしたが、じっと耐えました。気がつくと、うっすらと日差しが差し込んでいました。夜が明けた、ものすごい安堵感。すぐにテレビをつけて気を紛らわしたのは言うまでもありません。チェックアウトの準備を終えて、部屋を出るその時、不自然な位置に写真掛けがあることに気がつきました。あえてひっくり返さずに、そのまま部屋を後にしました。友人の部屋をノックしましたが、返事がありません。すぐにでも昨日の体験を、友人に話したい。ドアノブに手をかけると、ガチャッと開きました。先に降りていったのかな、と思い、私もフロントに。フロントに行くと、そこにあるソファーに、なぜか浮かない顔で腰を下ろしている友人を見つけました。どうしたの?浮かない顔して。
昨日、妙にリアルな夢を見て、と友人。あ、いや、俺もね、昨日すごいことが。私の話を遮るように、友人が話し出しました。昨日妙にリアルな夢を見たの。私は天井かどこか高いところからホテルの部屋を見てるの。部屋は真っ暗で、誰かがベッドで布団にくるまっていて、しばらくすると髪の伸びきった白いワンピースを着た女の人が入ってきて、部屋の中を行ったり来たりしてるの。怖かった、目が覚めてもまだ怖い、と言葉を失いました。こんなことが起こり得るのかと。友人には私の体験は話さないことにしました。今でも思い出して身震いします。その後数日は怖くて寝れなかったでしたから。きっと今でもそのビジネスホテルは営業しているんでしょうね。私以外の方に被害が及んでいないことを切に祈ります。俺霊感ないからさ、とか、幽霊なんて見たことがないしさ、とか思いの方、気をつけてくださいね。だって私自身も霊感ゼロと思って安心していたうちの一人なんですから。今日も聞いていただいて本当にありがとうございます。今日は8月9日、長崎に原爆が投下された日でございます。お亡くなりになられた方のご冥福をお祈りしたいと思います。だんだんとね、語り継ぐ方もいなくなってきてるんだと思います。私が子供の時って結構この時期になりますと、こういうことがあったんだということで、まあ、テレビですとか、学校とかでもね、いろんな映像での授業っていうのがあったんですよね。最近って多分ないですよね。まあ、今年は特にオリンピックっていうところに注力していたのか、全くなかったですよね。まあ、正直ね、これはダメだと思うんですね。今私も含めて戦争を知らない。知らないことはいいことだと思うんです、ある意味ね。争いがないということは、ただ、世界そのものではやはり起きていますし、実際今自分たちが当たり前のようにこの暮らしている世の中が当たり前ではなかったんだよっていうことは、いくらね、時代が変わったとしても語り継ぐ必要はあると思うんですね。もちろんテレビ娯楽ですから、面白おかしいってことですとか、オリンピックってのも別に否定はしません。でも、やるときはちゃんとやることは、やるべきなんじゃないかなとね、思ったりします。まあ、今回広島でもそうですけど、オリンピック最中にね、黙祷すらしなかったでしょっていうのもね、まあ、それはそれぞれ意見があるとは思うんですけど、私はやっぱりそれくらいはすべきだと思うんですね。東京で開催したっていう、今日本で開催した意味が、そういうことにもね、あるんじゃないかなって思うんですけど、全くね、しないというのはどうなんでしょうね。だから今回これでオリンピック終わりましたけど、なんでしょうね。なんか別に、まあもちろんメダル取ったアスリートの方々おめでとうくらいの気持ちはありますけど、私はもともと興味がないので、そういった方々にもそういった行事にもね、興味がほぼないので、余計かもしれませんけど、もうちょっとでちゃんとまあ、アスリートにリスペクトが足りないぞっていうような声が聞きますけど、
というよりも、もうちょっとその、国のね、この成り立ちに対して、ちゃんと関心持たなきゃいけないんじゃないかなとはね、私は思うんですけどね。どうなんでしょうね。まあ、それはあくまで私個人の意見ではありますけどね。ただ、やはり語り継いでいかなくてはいけないかなと、本当に思います。さあ、今日はですね、旅ですよ。旅に、私ね、あんまり旅に縁がないんですよ。家族旅行、最後の家族旅行が小学校6年生の時で、で、高校生になって父親を亡くしてますから、で、まあ、犬と猫を飼ってたんでね、今も飼ってますけど、なかなか行けないんですよね。まあ、社会人になってから多少はもちろんありますけど、まあ、社員旅行含めてね、あんまり旅に縁がない人間でございます。だからま、聞いた話をしようかなと。私自身がだから旅で怖い経験とかって、いや、旅の経験がほぼあんまりないので、笑い話くらいしかないのでね。で、これ聞いた話、女性から聞いた話でございます。私より少し上の方で、その女性が結婚されてから4年目くらいのお話でございます。まあ、旦那さん、まあ、当然結婚してるからいるんですけど、まあ、結婚して結構早い段階で、もう冷めてしまっていたようなんですね。まあ、片側の意見だけでは判断できませんが、あくまで今回はその私が聞いたその女性の方からの視点での話になります。本当のとこはね、わかんないですよね。まあ、旦那さんが酒癖悪く、金遣い荒く、タバコ使い荒く、だらしないということでね。まあ、そういう野郎だったわけですね。ということで、まあ、だったのよ、みたいなね。ああ。だからもうすでにね、結婚してすぐくらいに冷めてしまうと。はぁ、っていうね、聞いてる我々としては。まあお子さんがまだね、その、いないということもあったので、間違えたかなーみたいな感じだったらしいんですよ、その当時。で、旦那さんは結構出張が多い方で、ただいつぐらいからか出張から帰ってくると、妙によそよそしいんですね。よそよそしいというか、なんかなんか変な雰囲気をまとっているそうなんですよ。なんかおかしいな、あいつとか思いながら、もう旦那さんに対しての関心があまりなくなってたんで、あんまり気にはしてなかったそうなんですけど、そんな時ですね、帰ってきたら、いきなり旦那さんがね、土下座したらしいんですよ。許してくれ、もう勘弁してくれ、みたいな。本当に心当たりがなかったんで、何言ってんだろうと。え、何言ってんの？本当に許してくれみたいな形で言い続けてて、でも聞いてみると、もう結婚してすぐくらいから浮気してたそうなんですね。で、相手もまあ旦那さんがいる方だったんですよ。だからなんて言うんでしょうね、ダブル不倫って言うんでしょうかね、仮面ライダーダブルみたいな感じでね、ダブル不倫みたいだったんですよね。ずっとしていて、でその私に話してくれた女性の方も、全く気がつかなかったらしいんですね。全く、まあ、ある意味、本当に興味がなくなってたからだと。はあ、そんなこともあるんだなと思いながら。で、なぜ土下座してきたかというと、ずっとその、旅行に行ってたそうなんですよ、その相手の女性の方とね。ずっと、行く先々で奥さんがいたって言うんですね。まあ、奥さんというのはその私に話してくれた方が、行く先々に現れてじっとこっちを見ていたと。うわっと思って、やばいと思って、ちょっと言い訳しようと思って、たたたって行くと、ふっと見るといなくなってると。そんなことが、今回のその不倫旅行で数回あって、バレてるんだ。俺バレてるんだ。って気が気じゃなかったらしく、帰ってきて土下座だと。で、まあ、先ほど言ったように奥さん全く知らなかったんで、いや、ずっといたけど、うちにと。何言ってんのかしらと。いや、まず知らなかったし、白状してくれてありがとうと、自分から。知らなかったし、当然言ってもないし、今日どこにも。じゃああれは何なんだってことで、結構旦那さんね、もう、半泣き状態みたいな感じだったらしいんですよね。でも結果的に、じゃあどうなったかというと、なぜか知らないんですけど、旦那さんとは
離婚はしなかったらしいんですよ。なぜかはわからないんですよ。で、しなくて、で、その相手の方です。相手の方も、相手の女性の方も旦那さんがいますから、もうこれで深みにはまって、バレて、慰謝料とかっていうのは嫌だと、いうことになり、まあ、表向きは関係はね、立ったと。で、相手のだ、一番何も知らないのは、相手の方の旦那さん。旦那さん何も知らないはずですよね。知ってるかもしれないけど。ということがあって、多分、生き量なのかなと。ただ、生き量って執着、なんか執着があって出るじゃないですか。執着ない、今もないと言ってましたし、まあ、お子さんいないんですね、だからね。ないし、まあ、結局まあ、別れなかった理由もね。まあ、熟年になったら離婚するとは言ってますけど。まあ、稼いでもらって、ちゃんとね、残してもらって、みたいなことをね。まあ、そりゃそうだよね。の感じの関係らしいんですけど、まあ、それを聞かされた独身者の我々としてはね、夢や希望がどんどん、ドリームクラッシャーだなっていうね、なんかなんかそういうこともあるな、みたいなね、感じで聞いてました。まあそんな、ちょっと怖いのか、でも怖いよね、でもそんな。生き量出した記憶、まあ出す意識はないだろうけど、生き量出すような、その追い詰められたような感じでもない。旦那さんの罪の意識だったのかもしれないなとか思いましたけど、聞く範囲で判断すると旦那さん別にそういう罪の意識を持つような人間でもない。じゃあ何だったんだろうっていうね。なんか、ご先祖とかそういうものの怒りかな。旦那さんのご先祖が怒ったか。奥様のご先祖が怒ったか。どっちかなとかね、思ってみたり、いたしました。で、私の方のね、まあこれがね、聞いた話で、私の旅の思い出は特に、怖い話特にだからないんですけど、前も話しましたけど、私の旅の思い出というのは、社員旅行に行った時なんですけど、社員旅行に行った時にね、まあ、ちょうどまあ、どこだっていうのは正確にはちょっと言わないんですけど、ちょうどね、まあ、戦争のね、太平洋戦争の時の、特攻隊に行かれた若者の、手紙、残していた手紙とか、そういったものが、保存されているところに行って、いろんな当時の、方にね、語り部というんでしょうか、話を聞いたりしたことをした時の旅行だったんですよ。社員旅行でそういうね、ことをやったんですね。で、それはすごくね、まあ、心にね、残りましたし、良かったなと思ってるんですが、その夜のことですね、ホテルで。まあ、実はね、いいホテル取ったんですよ。なぜかというと、積み立ててたお金がありますから、社員たちの。ただ今後のこと考えると、もう、多分最後の社員旅行。使っちまえみたいなことだったんですね。で、最後だからってことで、いいホテルに。ホテル名は言えません。けど、いいホテル取ったんですよ。すっごい立派でね、びっくりするくらいに。あ、こんないいホテル泊まったことないよっていうような。後で調べると、お一人様一泊何万っていうね。すっげーと思ったんですけど、まあ、結論言うと、そのホテルに、まあ、私はもうその会社にいないからいいんですけど、そのパワハラ会社なんですけど、そのパワハラ会社は、出禁になりました。出入り禁止になりました。まあ、二度と行けないんですけどね、もうね。出禁になったのと、数名は名前単位で出禁になりました。なぜかというと、夜中にね、男性陣数名が、すっぽんぽんになって、ホテルの中を走り回ったそうなんですね、酔っ払って。まあ、前からね、酒飲むとぶっ壊れるやつが多かったのは確かなんですけど、そこまでやるかと、そんな高級ホテルで。で、それが全部監視カメラにも残ってて、まあ、なんで走り回ったのか本人たちは、酔っ払ってたから覚えてない、みたいなね。お前たちはなんかどっから見たようなよくニュースに出てくる奴らだなと思いながらね。で、さすがにね、ホテルの方からね、走り回った人たち数名の
ぱりお名前とかっていうのもね、聞かれて、まあ、これはもう会社としては正直答えましたよ。つか私もその中で、そのなんていうの？企画する側の一人だったから、まあ、いやもう隠す必要ないですからね。で、会社として言ってますから、でもこの会社、御社のね、その、宴会ですとか宿泊はもう一切お断りさせていただきたいのと、今日、その、すっぽんぽんでフルチンで走り回った数人は、もう未来永劫、出禁させていただきますというようなことを本当に言われるくらいに、その高級ホテルだから本当にね、すごい大おもてなしなんですよ。すごい良かったんですよ。そういうホテルがそこまで厳しく言うんだから、よっぽどだよなぁと思って、一応ホテル側もね、こういったことがございましたということで、一部のその映像を見せてもらったんですけど、ひどかったですね。そこに、役員まで入ってましたからね。まあ、旅の思い出ですよ。もう、なんて言ったんでしょう。ある意味怖いよね、でもね。本当にね、本当にあったよ。本当あの時はね、まあでもね、最後の社員旅行でやったとこだったし、まあ確かにもう二度と行けるようなとこじゃないからねってのはあるんですけど、まあ、そんな、怖い話を、怖い体験をさせていただきました。さあ皆様今日もね、聞いていただいてありがとうございました。今ちょうど、会社によっては、お盆までの間お休みの方もいらっしゃると思います。ただね、お休みの方も、少しでも休めるときは休んでいただいて、あとお仕事の方もね、すごく暑くなってますから、天候も少し今崩れてますしね、ご無理はされないようにしてくださいね。さあ、それでは、皆さん、ぜひね、チャンネル登録、高評価、ベルマークの通知もよろしくお願いいたします。15日までの応募を締め切りで、5万人感謝企画もやっておりますので、どしどしご応募、待ってます。それでは次の動画ライブでお会いいたしましょう。 See you でございます。またねー。